パターンの構成と厳選の詳細成熟した小麦の耳の表現は特にテーブル理念にはふさわしい層類あるいは階層標本彩色構成紙に貼り付け紙レースドイリーでフレームズケブルックリン美術館ニューヨークカギ針編みのドイリー仕様中場をエリザベス2世と王杯フィリップドイリーで包んだ花束を持っているマカロンのイエドイリーは装飾の小さな敷物であり 典型的には紙製あるいは布製で、その上に物品が置かれた時の表面の保護、花を束ねること、配膳、あるいはヘッドカバリングあるいは被膚装飾として様々に用いられている。その特徴は少し細サであり、そのために下にあるものの表面が透けて見える。ドイリーとは、イギリス、ロンドンのドレーパーで、安価であると同時に、上品な羊毛物を17世紀後期に夏にに、 導入し一般に広めた当時はドドイイリリーーーススタッフスやドイリースーツなどのように、形容詞として使用されていた後に用法は、ドイリーナプキンとして知られる、デザートで使用される小さな装飾用ナプキンへの言及に移った。装飾機能に加えて、ドイリーは家具調度を保護する役割がある。椅子の背もたれと肘掛けは保護するために用いられた場合、それらは、 マカッサル油による汚れを防ぐ多いとして役立った。ドイリーは伝統的に花束の茎を束ねるために用いられている。フィンガーボールは典型的にはデザート皿と共に配される。フィンガーボールは使用後、上左に移動し、デザートのために場所を開けるドイリーは、かつてフォーマルなマルチイコールコースディナーで一般的だったフィンガーボールの習慣の中でことに目立っている。 リネンのドイリーがデザート皿をフィンガーボールから分けている。この習慣のためにはドイリーとフィンガーボールとの双方がその場のセッティングの上左に移動させられた後指を水に短い時間ちょっとつけナプキンで拭く必要がある。両者ともに移動させないのは失敗である。使い捨ての紙製のドイリーがかぎ針編みのリネンのドイリーのより安価な しかし立派な代用品としてデザインされた英国では売り上げは戦後の厳格さに対する反応として1950年代に急上昇しドイリーはすぐに社会内上昇移動のシンボルとなったしかしながら英国は現在我らがドイリーを救えキャンペーンを促進する長楽を経験しつつあるかつての都市郊外の両家の生まれのシンボルが今や 時代遅れとして認識されている。コットンあるいはリネンの糸を原材料として、かぎ針編みにされ、あるいは編み物にされている。ドイリーをかぎ針編みにし、あるいは編み物にする多くのパターンは20世紀初期に糸製造業者によって公表された。それらデザイナーはしばしば匿名である。それらデザインは円形あるいは卵型で中心から始まり、 外方へ向かうこともあり、極座標形を思わせることもある。ドイリーも他の家庭用品と同様に格子状図形の横列をかぎ針編みすることで作られることもあり、フィレ編みという技法が用いられることもあり、直行座標形における点に似ている。現代のデザイナーらは、モダンな手作り作品の熱狂的愛好者のためにパターンを作り続けている。それは、ある程度は、 オリジナルな用法と干渉するかもしれないが、ドイリーの中には刺繍を取り込み、あるいは平板であるよりもむしろ隆起したデザインをしているものもある。日本においては昭和40年代頃から内職ではない純粋な趣味としてレース編が楽しまれるようになったが、その頃に出版されたレース編のパターン本に最も多く載っているのはドイリーの編み方である。 テーブルセンターよりも小さいので早く完成し、コースターよりも大きいので、デザインに趣向を凝らしやすい、といった理由が考えられる。21世紀に入ってからは、タティングレースの人気再燃に伴いタティングのパターン本の出版が増えたが、そこにもドイリーの作り方は、よく載っている。また、ミニドイリーという名称で、コースターと同程度の大きさの作品が多く載るようになった。ありがとうございます。